皆さん、おはようございます。ただいまから令和2年伊豆神会3月定例会を再開いたします。本日の出席議員は16名であります。定数数に達しておりますので、会議は成立いたしました。直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布のとおりであります。日程第1、議案第5号、令和元年度伊豆市一般会計補正予算、第9回から日程第5議案第9号令和元年度伊豆市簡易水道事業特別会計補正予算第2回までの具議案を一括して議題といたします。本案につきましては各常任委員会に審査を付託してありましたので、審査の経過と結果について各委員長の報告を求めます。最初に議案第5号および議案第9号の2議案について総務経済委員会委員長杉山武史議員、7番杉山武史です。皆様おはようございます。ただいま議長から報告を求められました議案第5号および議案第9号について審査の経過と結果をご報告申し上げます。はじめに議案第5号令和元年度伊豆市一般会計補正予算第9回建設部所管科目については補足説明はなく質疑を行いました。主な質疑として8巻土木費の減額の理由の説明を求めたのに対し、3月補正の減額は国・県の補助金の内示がなかったため減額補正とし、今後は令和2年度予算に計上し継続して事業を行う予定であるとの回答がありました。次に産業部、総合政策部、総務部所管科目については補足説明、質疑はなく討議、討論はなく、採決の結果令和元年度伊豆市一般会計補正予算第9回については賛成多数で議案の問いかけすべきものと決しました。以上で議案第5号についての委員長報告を終わります。次に議案第9号令和元年度伊豆市簡易水道事業特設会計補正予算第2回については補足説明はなく、主な質疑として繰越免許で公営企業会計の移行が一年延びていて独自に管理している施設の調整に時間がかかっているようですが、1年延ばすことによって調整ができるかできるのかとの質疑に対し、市内の長野地区と梶山地区の2カ所ですがそれぞれ説明に伺っていて、本年3月末までに回答を得ることとなっています。その結果を踏まえ調整を行い、令和3年度に公営企業会計に移行する考えですとの答弁がありました。委員間討議はなく反対討論1件、採決の結果令和元年度伊豆市簡易水道事業特設会計補正予算第2回については賛成多数で議案の通り可決すべきものと決しました。以上で議案第9号についての委員長報告を終わります。次に議案第6号から議案第8号までの3議案について教育構成委員会委員長木村健二議員。はい、皆さんおはようございます。ただいま議長から報告を求められました議案第5号から議案第8号までの4議案について審査の経過と結果をご報告申し上げます。はじめに議案第5号令和元年度伊豆市一般会計補正予算第6回所管科目については当局の補足説明はなく、教育費美術館構想検討業務委託1100万円について令和元年度で執行するべきものを令和2年度へ繰越免許という日程は、との質疑に対し3月末に業者発注の公募をかけ成果品を秋口頃に予定しています
との答弁がありました。討議討論はともになく、採決の結果、議案第5号は全会一致で議案の通り可決すべきものと決しました。続いて議案第6号、令和元年度伊豆市国民健康保険特別会計補正予算第4課について、当局の補足説明はなく、質疑討議討論ともになく、採決の結果、全会一致で議案の通り可決すべきものと決しました。続いて議案第7号、令和元年度伊豆市後期高齢者医療特別会計補正予算第2回について、当局の補足説明はなく、質疑討議討論ともになく、採決の結果、全会一致で議案の通り可決すべきものと決しました。続いて議案第8号、令和元年度伊豆市介護保険特別会計補正予算第2回について、当局の補足説明はなく、質疑討議討論ともになく、採決の結果、全会一致で議案の通り可決すべきものと決しました。以上で議案第5号から議案第8号までの4議案について委員長報告を終わります。以上で各委員長の報告は終わりました。これより質疑に入ります。はじめに議案第5号について質疑はございませんか。質疑がありませんので、質疑を終了いたします。次に議案第6号について質疑はございませんか。質疑がありませんので、以上で質疑を終了いたします。議案第7号について質疑はございませんか。質疑がありませんので、質疑を終了いたします。議案第8号について質疑はございませんか。質疑がありませんので、質疑を終了いたします。議案第9号について質疑はございませんか。質疑がありませんので、質疑を終了いたします。以上で質疑を終了いたします。これより議案第5号から議案第9号までの5議案について、それぞれ討論採決を行います。これより暫時休憩いたします。討論のある議員はこの休憩中に通告書を議長に速やかに提出願います。休憩前に引き続き会議を開きます。議案第5号について討論を行います。討論の通告がありますので、これを許します。まず反対討論を行います。15番森喜夫議員。15番森喜夫です。議案第5号、令和元年度伊豆市一般会計補正予算について反対討論をさせていただきます。ところで議員の皆さん、幹部職員が出てないですけど、いいんですかこれで。4月19日に市長選挙があって、市長が変わったらどうするんですか。誰が幹部職員に、森喜夫が言ってたことを伝えるんですか。こんな無責任な議会でいいんですか。事務局長は議員が決めたって言ってますよ。誰が決めたの。もっと責任ある行動を取ってくださいよ。市長が変わる可能性は十分にあるんだ。もし僕はもうこの議会終わったら、もうゴミ焼却場の問題を告発しますからね。森議員、議案5号についての反対討論を。君は何だおい。議会運営のことは議会で決めましょう。君がトップなんだろう。なんでこんな議会なんだ。誰が決めたんだ。ましては補正予算ですよ。議案第5号、令和元年度伊豆市一般会計補正予算第9回。
金額は小さいんだね。386万6千円の減額だ。しかし中身はそんな問題じゃないでしょ、皆さん。え？土砂崩れの現場、令和2年度の予算に編入します。口先だけでしょ。そうじゃないんですか？国や県との協議で削られました？どんな協議をやってんですか、国や県と。それを正すのが議会じゃないんですか？令和2年度に持ってきますなんてことをおっしゃっとるけど、国や県とそういう約束できてるんですか？え？私がよく言うね、沖縄ら1号線なんてのはもうやらないつもりで。台風19号で、あれですよ、県道が水浸しになった、僕は見てないからあれだけど、あの、土の袋、誰だ言ったの、笑ってんのは。めちゃくちゃ言うな。しかし、土の袋が山となってることは皆さん見てくださいよ。いいですか？ウリノの口を一生懸命土の袋作って山にしてるんだ。市長見ましたか？建設部長が見ないでどうするんですか、皆さん。え？全くやる気ないじゃないですか。たかだか386万6千円の減額補正ですけど、中身は何億って中身が詰まってるんですよ。国や県のせいにしてるけども、国や県と協議した、どういういきさつになってるのか。令和2年度に直すのかどうか、皆目見当もつかない。横瀬の交差点の上に太陽光発電所があります。あそこから流れてきた水が、ね、国道から丸見えのところの土砂を削った。いつ誰が直すんですか？令和2年度の予算書に載ってるんですか？これは現実なんですよ。市長を変えなきゃこんなこと治らない。全部やってるとね、時間いくらあっても足んないからね、繰り越し免許費だけでも言っていかなきゃいかんと思ってるんですけどね。まあ、要は指導整備事業ですね。2億4257万円も計上されてるんですよ。どうやって整備するんですか。一つ一つやってんだよ。時間がいくらあっても足んない。建設部長やる気ないじゃないですか。やる気あるんだったらね、出てきてちゃんと答えるべきだ。ずっとあるんですよ。休憩者と崩壊対策、指定促進、業務委託、業務委託なんてやってるから、いつまでたったって休憩者対策ができないんだ。地籍調査業務委託、これもそうですね。なんで天城のインターのところをまた地籍調査しなきゃならないんですか。はっきりした計画がないからこんなことばっかりやってるんだ。牧野郷周辺整備計画にしても同じだ。前回も言ってるけど、これ新旧住民の遺恨の泥仕合なんですよ。そうでしょ。これ持ってきたのは新住民だけなんですよ。旧住民は入ってないんだよ。そうでしょ。え、牧野郷の議員さん、私の言ってること間違ってますか。え、じゃあ誰が入ってるのか言いなさい。いつ入ったのか。え、私が確認したところでは入ってないって聞いてますよ。反対討論の内容でお願いいたします。牧野郷の、あなた何言ってんの。牧野郷の周辺整備計画、牧野郷の新旧住民のことは関係ないじゃないですか。この計画を持ってきたのは新住民だけなんです。新住民は山の上に住んでるね。新しい町を低いところで作ると。牧野郷ってところは雨が降れば鉄砲水みたいなのが飛んでくるんだ。そういうところ、
清水さんご存知ですか。うちの中を鉄砲水が吹っ飛んでくるでしょ。それが牧野湾。そこを整備計画を進めた。何個人口が増えてる増えてるとおっしゃってますけどね。伊豆市の人口増えてるんですか。どこに増えてるところがあるんですか。2019、2019年に伊豆市の人口は何人増えたんですか。幹部職員は増えてるってのが言ってるんだ、いるんだね。まあ、いつも言うように、灯油なんてなくなっちゃいますよ、そのうち。あそこ高齢化率、まもなく 50% 超えるでしょ。灯油の人もっと真剣に考えなきゃダメですよ。何見て計算してるか知らないけど。人口はどんどん減ってる。私、なんで灯油のこと心配するかっていうとね、皆さん、森吉のニュース見るでしょ。あれ、発行するたんびに発行枚数、問いは減っていくんですよ。やんなっちゃうんですよ、問いまで持ってくの。なんかね、議場でこそこそ言ってりゃいいってもんじゃない。現実に人口減少が目の前に出てきてるってことなんだよ。共産党なんか言いたいことあるのか。言いたいことあったらここ来て言えばいいんだよ。なんかぐじゅうじゅう言ってるね。これが共産党。はい、討論を続けましょう。どこまで行ったか忘れちゃう。分かんなくなった。牧野郷駅周辺整備計画ね。伊豆市の人口は増えてないんですよ。森吉のニュースをご覧になってくださいよ。見てないんでしょ。2019年度は592人ぐらい減ってんですよ。何言ってんだ君は。人口減少を断じ休憩いたします。15番森義雄です。議案第5号令和元年度伊豆市一般会計補正予算について反対討論をさせていただきます。ところで議員の皆さん、幹部職員が出てないですけどいいんですか。これで4月19日に市長選挙があって市長が変わったらどうするんですか。誰が幹部職員に森吉雄が言ってたことを伝えるんですか。こんな無責任な議会でいいんですか。事務局長は議員が決めたって言ってますよ。誰が決めたの。もっと責任ある行動を取ってくださいよ。ね、市長が変わる可能性は十分にあるんだ。もし僕はもうこの議会終わったらもうゴミ焼却場の問題は告発しますからね。森議員、議案5号についての反対討論を。君は何だおい。議会運営のことは議会で決めましょう。君がトップなんだろう。なんでこんな議会なんだ。誰が決めたんだ。ましては補正予算ですよ。議案第5号令和元年度伊豆市一般会計補正予算第9回。金額は小さいんだね。386万6千円の減額だ。しかし中身はそんな問題じゃないでしょ皆さん。土砂崩れの現場、令和2年度の予算に編入します。口先だけでしょ。そうじゃないんですか。国や県との協議で削られました。どんな協議をやってんですか、国や県と。それを正すのが議会じゃないんですか。令和2年度に持ってきますなんてことをおっしゃっとるけど。国や県とそういう約束できてるんですか？私がよく言うね、
沖縄原1号線なんてのはもうやらないつもりで。台風19号で、あれですよ、県道は水浸しになった、僕は見てないからあれだけど、あの、土の袋、誰だ言ったの、笑ってんのは。ぐちぐち言うな。しかし、土の袋が山となってることは皆さん見てくださいよ。いいですか？ウルノの口を一生懸命土の袋を作って山にしてるんだ。市長見ましたか？建設部長が見ないでどうするんですか、皆さん。え？全くやる気ないじゃないですか。たかだか386万6千円の減額補正ですけど、中身は何億っていう中身が詰まってるんですよ。国や県のせいにしてるけども、国や県と協議した、どういう行き方になってるのか。令和2年度に直すのかどうか。皆目見当もつかない。横瀬の交差点の上に、太陽光発電所があります。あそこから流れてきた水が、ね、国道から丸見えのところの土砂を削った。いつ誰が直すんですか？令和2年度の予算書に載ってるんですか？これは現実なんですよ。市長を変えなきゃこんなこと直らない。全部やってるとね、時間いくらあっても足んないからね、繰り越し免許費だけでも言っていかなきゃいかんと思ってるんですけどね。まあ要は指導整備事業ですね。2億4257万円も計上されてるんですよ。どうやって整備するんですか。一つ一つやってんだから時間がいくらあっても足んない。建設部長やる気ないじゃないですか。やる気あるんだったらね、出てきてちゃんと答えるべきだ。ずっとあるんですよ。休憩社長崩壊対策、指定促進業務委託、業務委託なんてやってるからいつまで経ったって休憩者対策ができないんだ。地籍調査業務委託、これもそうですね。なんで天城のインターのところをまた地籍調査しなきゃならないんですか。はっきりした計画がないからこんなことばっかりやってるんだ。牧野郷の周辺整備計画にしても同じだ。前回も言ってるけど、これ新旧住民の遺恨の泥仕合なんですよ。そうでしょ。これ持ってきたのは新住民 だけなんですよ。旧住民は入ってないんだ。そうでしょ。え、牧野郷の議員さん、私の言ってること間違ってますか。え、じゃあ誰が入ってんのか言いなさい。いつ入ったのか。私が確認したところでは入ってないって聞いてますよ。反対討論の内容でお願いいたします。牧野郷、あなた何言ってんの。牧野郷にも周辺整備が言ってんだよ。牧野郷の新旧住民のことは関係ないじゃないですか。この計画を持ってきたのは新住民だけなんです。新住民は山の上に住んでるね。新しい町を低いところで作ると。牧野郷ってところは雨が降れば鉄砲水みたいなのが飛んでくるんだ。そういうところ、菊池さんご存知ですか？うちの中を鉄砲水が吹っ飛んでくるんでしょ？それが牧野川。そこを整備計画を進めた。何個、人口が増えてる増えてるとおっしゃってますけどね。伊豆市の人口増えてるんですか？どこに増えてるところがあるんですか。2019、2019年に伊豆市の人口は何人増えたんですか。幹部職員は増えてるってのが言ってるんだ、いるんだね。まあ、いつも言うように、党員なんてなくなっちゃいますよ、そのうち。
あそこ高齢化率まもなく 50% 超えるでしょ。問いの人もっと真剣に考えなきゃダメですよ。何見て計算してるか知らないけど、人口はどんどん減ってる。私なんで問いのこと心配するかというとね、皆さん森吉のニュース見るでしょ。あれ発行するたんびに発行枚数問いは減っていくんですよ。やんなって言うんですよ、問いまで持ってくの。なんかね、議場でこそこそ言ってりゃいいってもんじゃない。現実に人口減少が目の前に出てきてるってことなんだよ。共産党なんか言いたいことあるのか。言いたいことあったらここに来て言えばいいんだよ。なんかぐじゅぐじゅ言ってるね。これが共産党。はい、討論続けましょう。どこまで行ったか忘れちゃう。分かんなくなっちゃった。牧野郷駅周辺整備計画ね。伊豆市の人口は増えてないんですよ。森吉のニュースをご覧になってくださいよ。見てないんでしょ。2019年度は592人ぐらい減ってんですよ。何言ってんだ君は。人口減少を断じ休憩いたします。続いていいですか、はい、休憩を閉じ会議を再開いたします。討論を続けてください。2019年の伊豆市の人口減少は何やったんだと、ね、森吉のニュースにちゃんと書いてある。590人ぐらい減ってる。こっちの方から増えてますなんて話が出てきたけど、今日は出てきてないけどね。一体どっから増えてんだと、ね、これから増える可能性なんかないんですよ。ほんで牧野周辺整備計画だと、何個を作りたいんです。田んぼを埋め立てるなんてとか一番危険なんだよ。皆さん分かります？田んぼを埋め立てるってどのぐらい危険なのか。大体田んぼってことは過去に水が出たから田んぼになってるんでしょ。伊豆市は大概そうなはずですよ、ね、これが周辺整備計画だ。で将来人口なんて何も考えてないんです。2045年、25年度に2万1000人ぐらいになるっていうようなのが総合戦略部が出てるけど、今日出てねえんだ、来てない。話にならないじゃないですか。議会は1万5000人だよね、25年後ね。星谷さん、これはね、国の機関が将来推計人口を出した人数でしょ。じゃあ伊豆市の戦略部はな、どういうあれで将来人口を出したんだ。皆さん分かってますか。思いつきで2万1000人って言ってるだけじゃないですか、ね、これが現実ですよ。松原公園津波避難復興施設整備事業、どこへ作るんですか。皆さん分かってんですか、どこへ作るのか。まあ、松原公園って言うから松原公園の中に作るんでしょ。ね、誰のために作るの？海水浴客のために作るの？海水浴客のためだったら海水浴客は、ホテルへ収容するんじゃなかったの？私の思い違いですか？市民のために避難タワーを作るんだったら、なんで市民の避難しやすい国道側へ作んないんですか。皆さん知ってますよ、どこへ作んだか。土井の津波は5分、地震のあと5分間で到着するって言われてるんでしょ。津波に向かって土井市民が走っていくんですか。こんな無謀なことをね、問いの市民がね、よく許可すると思いますよ。今、東日本大津波のニュースが盛んにやってるけど、合言葉は高いところへ逃げろ、ね。要は山へ逃げろ。なしは高い建物へ逃げろ。これは、海へ向かって逃げろってことを言ってるわけですよ。
海水浴客のための避難タワーだったら、なんで海水浴客がいっぱいいるホテル側、ホテルに逃げろって言わないんですか。もうしっちゃかめっちゃか。何をしようとしてるのかさっぱりわかんない。まあその一番いい例が美術館構想だね。一体いつできるんだと。まあもっとも美術、あそこの資料館を壊すなって言ったのは僕ぐらいしかいなかったと思うんだけどね。だいたい美術館なんてね、今にも3万人を割るような人口の町が美術館作ろうって言って無理なんですよ。美術館法っていうのはないと思うけど、おそらく博物館法にのっとって作ろうと思う、作るはずだ。まあ伊豆市お金いっぱいあるんだろうけどもね、やっぱり市民のためのまあ補正予算といえどもね、これは非常に来年度予算、令和2年度予算にもね影響するものであってね、まあ何に観光客来るというつもりでこういうの作るんだろうけども、観光客なんて来ないよ、はっきり言わせてもらうけど、だいたい今年何人観光客来たんですか、海水浴に何人来たですか、ね、そういう資料何も出てない、何もわからない。ましてはこれからもうおそらくヘリは潰れるでしょうね。コロナ肺炎、観光客が来るかどうかだって分かりません。まあ、もっともっといっぱい言いたいこといっぱいあるんだけどね、まあ、出だしだけなんだよね。まあ、このぐらいで疲れるから、このぐらいでやめておきます。反対と終わります。次に賛成討論を行います。11番小永谷淳司議員。11番小永谷淳司です。議案第5号令和元年度伊豆市一般会計補正予算第9回について賛成の立場から討論をいたします。本案は歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3866万円を減額し、386万6000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ204億5224万2000円にするものです。今回の補正歳出について、報酬単価の増額や利用者の増額に伴う障害福祉サービス費3446万6000円、介護保険事業の増額に伴う介護保険特別会計繰出金に2563万8000円、中山間地域総合事務費にかかる県営事業負担金391万6000円などを増額する一方、国や県の事業採択が見送られたために執行を見送った事業の委託料や工事費の減額を行うものです。歳入については執行を見送った事業に充当していた国・県の補助金や地方債を減額するものです。合わせて指導整備などの年度内完了が困難と見込まれる事業への繰越免許費の設定が15件、災害復旧にかかる繰越免許費2件の変更を行うほか、バス路線維持事業の補助金について債務負担行為の設定と地産事業など3件についての地方債を変更するものです。繰越免許費補正の農業費、ため池耐震調査費と土木費地籍調査業務委託は来年度予定していた補助金が前倒しでつくことになり、追加で補正し全額を繰り越すものです。これは必要な事業ですので、来年度早々に事業を開始していただきたいと思っております。そして今年度
国、県の補助金の充当がなく、実施ができなかった事業についても、来年度早々に執行ができるように、しっかりと国、県に補助の申請を行い、事業執行を行っていただきたいと思っております。以上、今回の補正予算は、市民の安全・安心のために必要な案件であることから、原案のとおり可決することを願い、賛成討論とさせていただきます。以上で討論を終結いたします。これより議案第5号令和元年度伊豆市一般会計補正予算第9回について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者多数よって議案第5号は原案のとおり可決されました。次に議案第6号について討論を行います。討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。次に、議案第6号、令和元年度伊豆市国民健康保険特別会計補正予算第4回について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり、決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者全員。よって議案第6号は原案のとおり可決されました。次に議案第7号について討論を行います。討論の通告がありませんので直ちに採決を行います。次に議案第7号令和元年度伊豆市後期高齢者医療特別会計補正予算第2回について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者全員。よって議案第7号は議案のとおり可決されました。次に議案第8号について討論を行います。討論の通告がありませんので直ちに採決を行います。次に議案第8号令和元年度伊豆市介護保険特別会計補正予算第2回について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり、決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者全員。よって議案第8号は議案のとおり可決されました。次に議案第9号について討論を行います。討論の通告がありますので、討論を行います。反対討論を行います。15番森喜雄議員。15番森喜雄です。議案第9号令和元年度伊豆市簡易水道事業特別会計補正予算第2回について反対させていただきます。71ページですね。議案書はね、議員の皆さん、これ何の予算なんですか。十分ご理解のことと思いますけどね、私は理解できないですよ、ね、公営企業会計移行支援業務委託、業務委託が300万円なんですね。私いつも言うようにね、なんで自分らでできないのだと。まあこれがね、業務委託が1000万だ何千万だというあれだったら、まあ、職員の能力を上回る業務量になるだろうし、難しさも加わってくる。まあ仕方ないかなと思うんだけど、たかだか300万ですよ。ね、おそらく委託先はあれでしょう。一人の人間が1ヶ月もかけりゃできる。1ヶ月もかかんないね。1日でできちゃう。
こんな業務委託は。だって中身見てみなさいよ。なんて言ってるか。ね。だからね、僕は、なんで幹部職員が出てないのかって言いたいんですよ。特に誰が決めたか知んないけどね、出ないでいいなんて言ったの。市長変わったらね、私が何言ってるか誰に伝わらないんです。私は全力を挙げて市長変えるからね、こんなことやったら。もう告発も辞さない。まあ、明日から忙しいんだよね。政務課の時、どの頃なんて言ってるけど、告発状を書かなきゃいけない。まあまあ、話元に戻さないとね。簡易水道費、公益業会計移行支援業務、要は、会計帳簿が変わるから、新しい帳簿を作りたいと。どうやって作ったらいいかね、指導をいただきたいと。見本作っていただきたいと。そんな内容だと思うんだね。間違ってますかね。所管の委員長、私の言ってること間違ってますか。要は、短式帳簿を複式に直す。それだけでしょ。その中でも主なものはね、財産がどんなものがあるか帳簿化したいってだけじゃないですか。それすらできないのか、外部委託しなきゃ。私は新しい市長に頼んでね、やはり職員のレベルアップを図んなきゃいけない。もうこれからね、コンピューターで一発でできちゃうんですよ。こんな帳簿作りなんてのは。普段の日常業務しっかりやってれば。企業を経営してる人だったら分かるでしょ。元経営者もいるん、ね。そんなの外部で業務委託しなきゃならんなんていうね、仕事じゃない。普段ちゃんとやってないから、これ業務委託しなきゃできない。ね、ぜひね、市民の皆さん、これが今の伊豆市の実態ですよ。市民の皆さんがしっかりしないと、人口減少はどんどん進む。お金はどんどんかかる。それじゃあね、いくら人を呼んだって来てくんない。ぜひ発展性のある伊豆市をみんなと一緒に作りましょう。終わります。以上で討論を終結いたします。これより議案第9号、令和元年度伊豆市簡易水道事業特別会計補正予算第2回について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告の通り、決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者多数。よって、議案第9号は議案の通り可決されました。